はい、さい、今回は糸満市にある具志川城跡に来ています。まあ、今の時刻ね、午後5時前なんでね、久々に夕方のね具志川グスクなんですが、これピストルの弾丸かな、くっついてるのかな。今までねあるの見たことなかったけれど、ね、ライフル銃のくっついたやつですよね。ではね、早速具志川城城跡行ってみたいと思います。今日ね比較的沖縄が晴れてくれてたので、まあね青空だから青い海がね見えると思うんですが、若干ね雲がね今太陽を、ね、少し隠してるし逆光気味になっちゃうと思うので、午前中に来るとね結構鮮やかな海が見れたりするんですが、どうしてもね時間帯を間違えちゃうとねこんな感じで固有、まあ、なんだろう、鮮やかさにはちょっと欠けるけれど、冬のね海みたいな感じになっちゃいますね。このねのずらずにもういいですよね。ほぼほぼ逆光で城壁が映りにくいですね。時間帯間違えたな。まあそれでも見る角度によってはねめちゃくちゃ照らされててねいいですね。よし、じゃあね日淵見のね潮吹き穴のね出口というか入り口というかね、まあ、僕の動画見てくれてる人ならねわかると思うんですが、こちらにね、あ草で見えないけどねこの下穴が開いててね昔潮吹いたみたいですよ ね。地元では日淵見吹き穴と呼ばれている穴です。内部は石灰岩の空洞になっており、海へ通じます。まあ、海を通じるって書いてるけど今ね陸地なんですよね。伝承によるとグスク当時荷物の上げ下ろしや有事の時の避難に使われたという。なるほど、海からここをね物資運んできてここからロープとかで上げたのかもしれないですね。後ろから太陽がね照らしてくれてるので、このね白城壁がねいい感じに光に照らされてて、いい感じです。でですね、まあ、こちらにもね、廃所がいくつかあるので、ちょっとね、お邪魔しますっていうね、挨拶をしつつ、ね、こっち、こっちも廃所になってますね。門中の廃所なのかな。まあここもね廃所みたいな感じになってるんでねお邪魔します。でやっぱあれですね、太陽がね正面側にあるんでねそこまで青い海はね見ることできないんだけれど、でも大自然すごいね。雲が今満ち潮なのかな、どんどんね潮が入ってきてる感じがします。太陽で眩しいねキラキラ、よいしょ眩しい。ちなみに今日ね、まあ、午前中から晴れてくれてたので22、3度あったんですよ、3月なのに。あやっぱり門中の
廃所なんでね、まあ、その家系以外はね拝んだりするのはどうかなと思うのでね、まあ、心の中でお邪魔しますとだけね、唱えときましょうか。まあ、絶景だな。夕方の串川グスク糸満もねいいですね。ただ本当に眩しい、太陽が眩しくね海をねキラキラ輝かせてます。よし、やっぱねこの角度だと、まあ、若干ね夕焼けっぽい感じの黄昏時なんでね、少し夕焼けチックになってるんですが、それでもね鮮やかなね景色が映せてよかったです。本当にねこの場所ね糸満に訪れる機会があったらねたびたび足を運んでる場所でね、大好きなグスクの一つなんでね、すがすがしい気持ちになれるんですよね。でもあの雲見たら夏の雲みたいですよね。もうね青空とね白い雲のこの境がいい感じです。なんだろうね、やっぱり晴れてる沖縄はこの時期でもね冬とは思えないような景色が広がっています。糸満のね畑がある場所だったり、東シナ海とね、太平洋がね見渡せて、大自然の中にね身を置くっていうのはいいもんですね。本当森とね海でいいですね。はい、というわけでね今回、糸満市の牛川城跡城跡ですね、城跡からお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバーイ。